えー、息子が今年受験です。現在志望校には点が足りません。数学が苦手です。いつも本番に弱く、緊張のあまり最後まで解けないです。本人の実力が発揮できればと、塾の講師から早めにテストになれるとよいと言われてますが、本人もさっぱりな様子。性格は友達に少ないイケキャです。夫は単純運です。夫が単純運になってから少し緊張感が抜けた感じもしますが、私は PT 役員や娘の受験もあり、時間かけるのが難しいです。受験やテスト本番に強くなる方を教えてください。えっと、もうもし申し込んじゃってください。シャレじゃないですよ。<laughs> あの、まあ、ああの、 えっと、夏の模試だったりとか、秋の模試だったり、あの、いろんな塾とかの探すと、多分月1個ぐらいはテストあったりするんですよね。入塾試験みたいなの含めて。なので、もう毎月なんかのテストを受けるぐらいで、そのテスト慣れするようにしなさい。で、あの、緊張のあまり最後まで解けないではなく、頭が悪いから最後まで解けないです。あの、結局、頭が良かったら時間余るんですよ。大体のテストって。 で、あの、頭が悪い子って、その、その場で考えて答えを出そうとするんですよ。でも、大体のその、あの、まあ、大学の、そのなんか、こう、そのあの、大学二次試験とか別ですよ。あの、センター試験レベルの場合って、あの、はいはい、こういうことねって知ってたらすぐ答えられる問題ぐらいしかないんですよ。マークシートの場合って。 なので、一生懸命考えて、うーんって言って出てくるのって、まあ、多分数学ぐらいなんですけど、でも数学も分かってる人はもう公式覚えてるので、はいはいはいってとくるんですよ。なので、時間かかってリコール、実は分かってないなんですよ。なので、そのなんか、本番に弱いとか緊張だって言いますけど、そもそも志望校に点が足りてない時点で、実力を100%出した人も受からないわけじゃないですか。 なので、そもそもそんなに、そのお子さんに実力がないですよっていうのと、あとその実力がどれぐらいなのかっていうのをちゃんとその反応するためにも、まあ何度も模試を受けるっていう方がいいんじゃないかなと思います。結局その、模試の成績以上のものが本番の時に出せるはずがないので、